FM 小僧をお聞きの皆様、おはようございます。リンリンタイムの時間です。本日のオープニングナンバー、二階堂一美で、命の記憶。 おはようございます。リンリンタイムの時間です。この番組は中部倫理法人会の提供でお送りいたします。毎週月曜日のこの時間、一人一人が楽しく、自分らしく、ハッピーに過ごせるよう、皆様にお役立ていただけるヒントをお伝えしていく番組。えー、それがリンリンタイムでございます。お相手は FM コ座の山内です。皆さんよろしくお願いします。 さて、えー、昨日ですね3.11いろいろ、えー、各地でですね日本各地でこのツイート、まあ、忘れないよっていう、えー、イベント行われたみたいですがえっ、ー、とですね FM 小座ではですねえっ、ー、と工芸祭りという沖縄でね沖縄市でその沖縄市に、えー、と沖縄の工芸が こう一度に集まるイベントがあるんですけどそれを生中継しましてまあまあ3.11ということでそれとも絡めながらということで司会がね MC がスティービーさん水曜日の朝10時から GMK という番組スティービーさん実はねとこのパークアベニューに移ってくる FM 小座が前からずっと番組をやって FM 小座に関わって くれているこのなんていうんですかね支えた FM 講座を支えた支え続けている一人でありますそのスティービーさんとヤラミーですね、あのー、あちら地の木曜日のアシスタント元 NHK のアナウンサー今フリーでやってますがそのヤラミーと二人で、えー、お送りしたこの特番なんですけども、えー、スティービーさんのつながりで岩手の「ジャンガラ念仏踊り」これエイサーの「 えっとね元と言われていますジャンガラ踊りも呼んでねそしてその岩手のジャンガラって言ったらねやっぱ被災地でもありますしそこで震災をきっかけに信仰が深まったという久保田青年会もエイサーやったりあと岩手のこの「フラ」「フラガール」映画「フラガール」で一躍。 有名になりましたが岩手のフラーのをし、えー、ってるうんですかそのステージも、えー、合わせてやってですね本当にあのー、すごい人がいっぱい来て大成功でしたね中継自体もいい中継だったと思います本当にスタッフの皆さん、えー、演者の皆さんお疲れ様でしたありがとうございますあのー 2時間という特番なんですけどもやっぱねあっ,という間だしいあっという間ですしその本当に内容の濃い2時間だったんじゃないかなと思います。さあ今日はですね、えー、前半は職場の教養を読んでいつものようにですねそして後半はそんな3.11僕実はあのーまあ、ま,あまたねお話ししますがこの3.11の翌日に東京に行くというこの仕事で、えー、しかも1人で。 東京に行くということがあってですね非常に怖い思いをしたのでそういったお話からいろいろと考えていければなと思いますさあ、えー、この番組ではメッセージ募集しておりますメールアドレスが761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM .jp です、えー、是非メールツイキャスでご参加ください、えー、ツイキャスのコメントもみんな来てますねありがとうございます ちゃんおかさん、そして大悟さん、えー、大塚健二さん、天童さんはもう黙るということなんでね、今日ねちょっと真面目な話をするという話をしたら、じゃあ黙ってますということで、あの、真面目だと黙るんかいっていう話ですが、はいえー、皆さんそれぞれのスタンスで、ぜひこの番組、聴いてください。よろししくお願いしますそれでは 十時半までの、ええー、三十分生放送でございます。りんりんタイム、スタートです。三月十二日、月曜日のりんりんタイムでございます。 この時間は沖縄市中央パーカーベニュー入り口 FM 小山のスタジオより生放送でお送りしております。さあ前半、えー、番組前半はですね職場の教養より本日のお話をお伝えしたいと思いますタイトルが「思い直し」ということでコ,コップ半分の水を見てもう半分しかないと思う人もいればまだ半分もあると思う人もいます 同じ事柄でも受け止め方は人それぞれ家を出て駅に向かって歩いていた Y さんはふとバッグの中に手を入れましたいつもうちポケットに入れている「定期」がありませんバッグの中身は全部調べましたがやはり見つからないきびすを返して家に帰ると前日に使用したバッグの中に定期券が入っていました無事見つかったことにほっとしたのもつかの間 ああ20分も時間をロスしちゃったなあと虚しさが湧いてきましたその時です駅の改札前で気づいて家へ戻,れた戻ったとすれば1時間ものロスになる家に戻らず切符を買えば1,000円の出費だったあの時気づいてよかったそう思い直した Y さんは足取りも軽く再び駅へと向かいました外出前に持ち物を確認することの大切さとともに 出来事のプラス面を見た方がいいと実感した朝の小さな一幕でした。さあ、今日の心がけ。出来事をプラスに捉えましょう。出来事をプラスに捉えましょうということですね、えー。まあまあまあ、物事が起きた時、何か出来事が起きた時にプラスに取るかマイナスに取るかという話なんですが。えー、と、まあまあまあ。 マイナスにとるよりはプラスにとった方がいいというのは分かってはいるんですがなかなかできないですよねこれね思考の習慣をつけるといいそうですよ、えー、何か起きた遅刻したそうするとマイナスに捉えるんじゃなくてプラスに捉えましょう遅刻でプラスに捉えられるかな世の中にはプラスに捉えられないこともあるような気がしてきたなえ何、ー、かありますか 出来事、最近僕が起きた悪いことなんかあるかなえー、っとあんまないな <laughs> だいたいプラスに捉えてるからなーえー難しいですねえっとですねまあマイナスに捉えるよりはそれはねプラスにとら取った方がいいですがまたマイナスに捉えすぎると違うなマイナスに捉えてもよく くないっすかねそのベクトルが他人にさえ向かなければあれのせいだこれのせいだっつってね全ては自分のせいですからね、うん、うん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 はいえー、まあそんな感じでお送りしてますが最近ですね本当に僕はあの実はね僕自分で「忙しい」って言いたくないんですけどこの放送とかではねあんまり言ってる人 感心しないんで、<laughs> あのー、あんまりね本当は言いたくないんですけど本当に忙しくてやばいんですよねだから一つ一つの出来事に反数している時間がない頭ん中が追いついていないなのであんまりねこのーテーマがあないですけどもこの忙しさもやっぱりねプラスに捉えていかないとやってられないですからね、あのー、地域に根差す ということを今やっぱりねどんどんやっていってるんですが地域に根ざすためにはあるいはいい人間関係を築いていくためには僕はプラス与え続けることだと思ってるんですよ自分ができる、えー、限り苦労して難儀してもいいから、えー、与え続けること与え続けるってちょっと上からだね、えー、とまあ協力するっていうことですかね それをすることによってやっぱりこの人間との信頼関係他人との信頼関係が築いていくと思っているのでそれをやっていたらやはり時間がなくなっていたという感じですねだからこれをねやっぱりプラスに捉らえていろんな人と今実は仲良くなったりその知ってもらえたりしてるのでねこの僕らの活動が。 だからちょっとねプラスに捉えて楽しんでやっていけたらいいと思いますやっぱり忙しいと楽しめ楽しもうという心がなくなっちゃうねやばいですねえー、お酒飲みながらやろうかなとかってね思ったりもしますがはいえー、何の話やねんっていうことですがえー、出来事をプラスに捉えましょう大塚健二さんどう思うかで気持ちが変わるなら えー、健康であったりストレスが少なかったり関わる人に不幸が少ないとかがいいんでしょうね。どういうこと、えー、どう思えるかで気持ちが変わるなら健康であったりストレスが少なかったり関わる人に不幸が少ないとかがいいということですかね。 でも、理不尽な不幸ってありますよね。あの後半、僕、えー、今日はですは、ね、3.11のお話をしたいなと思うんですがあれこそ、まさに理不尽な不幸ですよね。えー、そういったことをいいようにとらまえられるかということですがはい、なかなか難しいと思います。ト統さん、えー、ストレスをためないよう日々心がけてます。普通ですよね <laughs> 何ですか <laughs> 嘘ですありがとうございます <laughs> はいえーっとちゃんこさん失敗ばかりでも3打数1安打で十分ということですね本当ですよね、えー、1ダーあれば、まあ、4打数1安打でもいいよね2割5分十分です忙しいと楽しい,より楽しいよりこなすになるということですが テントさん、意外と普通のことしか言えません。精一杯ひねり出しての普通のことだったんですね。ごめんなさい。あの、<laughs> 大塚健二さんも普通でいいじゃないって言てますが。はい <laughs>。ひねり出して普通ということでありがとうございます。いやいや、いいと思いますよ。ちょっとね、あの、面白かったです。逆でね。はい。 えー、さあ皆さんもですね、えー、このラジオやればストレスたまらないですよ面白いのでねやっぱりこういうね本当にラジオでしかつながれなかった人たちと一緒に笑い合うっていうのは非常に楽しくていいですねはいえー、ちゃんおかさんちょっと変化球を期待してしまった。 <laughs> 言われてるよ。はい、ありがとうございます。それでは CM の後3.11のお話し,したいと思います。 さあ3月12日月曜日のリンリンタイムでございます。お相手は FM 小座の山内です。さて、えー、昨日は3月11日でしたね。えー、っと東北大震災起きて何年だろう6年6年ですね、えー、経ちましたが実は昨日の NHK のテレビ欄でですねこの。 震災の特集番組の紹介文が載ってたらしいんですけどそれを縦読み左の字をね縦読みしたら「東北が好き」びっくりマークと「あの日を忘れないよ」「やばい」「泣きそうになる」という、えー、縦書きをしたそうですでこれをねやっぱ気付くんだよねみんなすごいよね気づく人はえー、っと ネット上では「俺を泣かせに来ている」とか「当たり前なんて存在しないと再認識させられます」と反響を呼んだということです。あっ震災7年ですね、えー。ごめんなさい7年経って、えー、ねこういう粋な計らいというかなんていうかやっぱね本当に未曾有の、えー、災害急にですねそういうことが自分の生活に起きたら。 って考えると本当に、えー、身もすすくむ思いですねさらに、えー、僕は家族がいますで家族を守るべき立場にいるということはやっぱりねこういうことをやっぱ深く考えてしまいますねどうしても家族を守りたいなとそういう場合があったらね考えてしまいますがえー、っとですね こうするかっちゃん、伊豆の前わしの時を思い出すな、東北大震災から4年の時かな、伊、え、豆、ー、がひまわりの丘の絵本を読んで、山ちゃんがうるうるして泣いていた動画がまだ残ってるよということで、えー、っとね、やっぱり、なんていうんですかね、まあ、年のせいでね、涙もろくなったっていうのもあるんですけど、やっぱりこの家族がいるということで、やはり、えー、どうしてもそれに置き換えてしまうというのがあるんですけども、えー、そんな、 3.11なんですけど僕は実はあのー、その3.11の翌日に東京に行きましてそしたら余震がやっぱね夜あって非常に怖い思いしたんですよ余震ですら怖いのに当事者たちはどんな思いだろうかっていうことをまざまざと感じまして、えー、これはねやっぱこの当事者たち震災に遭った人たちの えー、気持ちを推し量ることはできるんですがやはりその気持ちになることはできないですよね何日も何日もこの避難所で生活をしたりですねまあその日で津波が来て大変な思いをした方々も多いでしょうがその後も大変な状況になった方々も多いで家族がどこに行ったかわからない。 行方、えー、不明者もねいっぱい出ましたし、えー、どこにいたかわからない中で本当に不安でしかない夜を過ごしてですねこういうのは本当突然やってきますよねもう何にも予測してなかったしかも時間帯が夕方でしたっけはいそんな中起きた、えー、震災で多くの人がね犠牲になってえー、やっぱね 忘れ気を見てねあのー、まあまあえっとすごいありてえかもしれませんが気を見てこうやってラジオとかで話すのは大事かなと思いますえー、っとね本当にちょっとうまくまとめられなくて皆さんねこいつは何を言ってんだろうっていう感じかもしれないですが。 えっとはいやっぱりねこの一人の人間としてそういう人たちのことを考えてですねええー、過ごす時になればなと思いますはいやっぱねちょっとね当事者意識なんていうのかなもう 知ったなな口は聞かいいこうと思いますそしてねやっぱりね素直にこの NHK のこういったのは素直に、えー、感動するようになりました前は多分うがった見方で見てたんですけどはい、えー、一時期ね「頑張れ」という言葉が重荷になるみたいなあれがありましたが僕は「頑張れ」というのはたいがないと思いますはい、えー、素直にこういったことを発信していけたらなと思います さて、えー、中部倫理法人会では、からのお知らせがあります。明日3月13日はモーニングセミナー行われます。えー、熊本県南地区町。 法人レクチャラーの平井さんによる幸せの源ということでモーニングセミナーを行われます朝6時から7時早いですが、えー、プラザハウスショッピングセンター3階、もちろん参加料は無料となっております6時から7時朝早いですが、えー、興味のある方はご参加くださいプラザハウスの3階でございます さて、えー、いろんな、ね、ことを思った、えー、昨日日曜日ですが、えー、と皆さん、どう感じたでしょうか東北大震災ありましたが本当にご冥福をお祈りしたいと思います、はいえーね。震災があっても家族を守れるようにやっぱり対処していかないといけないなと本当に感じております。 さあ、えー、リンリンタイムお時間となりました。来週もぜひ皆さん聞いてください。よろしくお願いします。それでは皆さんさようなら。